おはようございます。7月20日5時29分今日月曜日ですね。相場解説になります。まずやっぱり1週間が変わりましたんでウィークリーの方から見ていきます。週足はですね、大きく見て前回と一緒ですけども緩やかに、高値が落ちてきてですね、線の引き方としてはこういうふうな方向性なのかなと思います。もう一個安値の方ですけども、こうドーンとね大きなひげを出したところから数えて、まあ引きにくいんですけども、ざっくりとねこういう風な形になっているっていう風に見た方がいいのかなと思います。先端が尖っている形ですよね。で全体像を見た後、まあ若干の右肩下がりなのかなっていうところでございます。次はデイリーです。デイリーなんですけども、横ばいから若干下寄りですよね。やっぱり横ばいなのかなと思いますけども、若干下がっている形でございます。もっと言うと下がったところから今ね横ばいに変わってきてるところとも言えますよね。でこっからさらに、値段っていうのは下がっていく傾向にあるのかなと思いますよね。ちょっと音声がね聞き取りにくいかもしれません。すいません。どうなってるんだ。音声が入りにくいスピーカー設定ということですね。これちょっと後で見させてもらいます。引き続き相場解説の方ね進めていきますね。すいません。はい、で4時間なんですけども、4時間の方行ってみますと、ヘッド&ショルダーがここに展開されていました。あ、すいません。ヘッド&ショルダーを囲っていきますね。ここで、ネックラインがここでした。これはね私気づくのが遅かったんですけども、でヘッド&ショルダーの後にもう一回ねダブルボトムって言って、まあ、これ1時間でももう一回やりますけども、ダブルボトムを書いてドンと上に突き上がったんですよね。で今度はここの、力点に合わせるように、ここも今度はねダブルトップを描いて下の方に下がっていった。要するにこれレンジができているってところなんですよ、この形でね。で1時間の方で細かく見てみます。1時間の方っていうのはレンジはどこで見るかっていうと、ここですね、107.395で、1つで下の方のレンジなんですけども、ちょっと前こうやって引きずると、私はもうちょっとここから見るのがいいのかなと思うんですけどね。こういうふうに多少はみ出してるところはありますけども、この形で106.795から107.395というところで、60ぐらいの上下の差でピップスを取ってるかなと、レンジを取ってるかなってことですね。で、ゾーンがちょうどここにありますので、ここから下にいれば買いで入る、ここから上にあれば売りで入るということで見てますんで、今でしたらね買いで入れば取れるんではないかなと思っております。ですので今日は買い戦略でね行こうかと思います。全体は下がり上昇なんですけども、その中でも細かく見ると1時間レベルでは買いで取れるのかなってところですね。だから4時間以上でしたらこれはね売りの方で取っていった方がいいかと思います。まあでも全体的にはレンジに入ってますんで横ばいが強いですから、1時間以内でのエントリーはねなかなかできないかなと思いますし、短期的に利益を上げたいようであれば30分なり15分なりね、買い足で、さらなる買い足で、買いに狙ったらいいんじゃないかなと思います。本日は以上です。